はい、神野さんの五色です。三段模様の、大柄な模様ですけど、やっぱり三段模様五色もですね、このような紅白柄の模様が非常に人気です。もう今五色も丸天四段とかですね、たくさん柄のいい紅白模様がたくさんいますけれど、やっぱりねこういう品種っていうのはちょっと特徴的な柄のもですね、あの目につくんですよね。なのでどちらが正しいか分かりませんけども、まあ、基本的にはこういう柄のいいものは人気あります。でこちらもまだ黒くなっておりませんが、秋には確実と言っていいほど黒くなってくると思います。7、8年前は五色が非常にですね、全国的にもたくさんいいのがたくさんいたんです。最近五色あまり見なくなりましたね。なんか人気のブームっていうのがあるのか分かりませんけども、最近五色が非常に少ないかなと思います。その中でも素晴らしいこれ三段模様の五色ですね。これからが楽しみです。紅が艶があって綺麗ですね。側線まで柄がある、そんな鯉です。いい模様してます。はい、当歳ではありません。2歳ですので、ある程度大きな鯉と入れていただいてもですね、問題なく飼育できると思います。よろしくお願いいたします。